どうもタブヤンです。今回は、フェラーリやってみたいと思います。ファミコンの、F1 レースゲームですね。チームはフェラーリしか選べません。早速行ってみましょう。オートマか、ミッションを選ぶのかな。すっごい分解されてますねトランスミッションタイプ。いや、そんな大げさなもんじゃないでしょ。これはラップを選ぶのかな。そしてコースを選ぶんですね。アメリカ、ブラジル、サンマリノ、モナコ、カナダ、メキシコ、フランス、イギリス、ドイツ、ハンガリー、ベルギー、イタリア、ポルトガルかな、スペイン、ジャパンで行こう。鈴鹿かなこれ。ゴー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 。下でギアを変えるみたいな感じですかね。鈴鹿なんか難しい。鈴鹿かなこれ、違うかな。敵がいます。なんとも寂しい音楽。音楽はなしかあっと、ギアを3段で上げて、うん、景色がいいね。右下のコースをね、見る余裕がないね一体今順位が何位かもわからないよねこれあのラップ、おっと、タイムを競うのかなこれ。タイヤウェア、なんかラジオで言ってますけどね。グッドワーク、オーバーテイクしてから褒められたのかな。あー、あったあったあった。一周が長いなこれ。二速で走ったりだよ。さあこれで一周、ラップ1分19秒7、2周目1分19秒7を超えたいね、自分自身の。あー、よそ見したよそ見運転あ、いたたたた、敵にぶつかった。タイヤがどうとか言ってるんだけどね。直線に入ったらこう3速で、ちょっと鈴鹿は難しかったかな、初見プレイでねおっとっと、ファミリーサーキットをね、でワールドチャンピオンになった私ですから大丈夫かなと思ったんだけど全然ダメだね結構滑ってるタイヤ。あ、直線に来た。ここで稼がないといけないんじゃね。あー、敵にビビった、滑ってる。あー1分19秒。あー、ピットに入らされた。1分24秒に。タイヤの分ちょっと1周目より遅れたのかな。あ、終わり？ちょっともう1レースぐらいちょっとやってみたいですね。なんだこれ？なんか違う、オートマで行こうか。え、名前入れるの？もうめんどくさいな。タブでいいですね。OK。アメリカ。ああ、この基本のラウンド1、これで行こうか。ラップレコード。この1分21秒0っていうのをクリアすればいいのかな。ベストタイム、いやいや、ベストタイムじゃなくてオートマ。恥ずかしい、オートマ
F1 でオートマで走ってる F1 ドライバーいないでしょ。あ、最高速度がちょっと遅いのかな、オートマだと。まあまあまあ気にしずに行こう。あ、これはあれかな、敵が出てこないタイプなのかな。タイムを純粋に競い合うっていう。だいたい1周目はちょっと不利だよね、スタートがあるからね。グッドワークとか言ってくれないな。オーバーテイクした時しか言ってくれないでしょうね。なんか励ましの言葉とかかけたらいいのよね、ラジオでね。今何秒だとかね、言ってくれたらいいんだけど、何にも無言の。仲悪いのかな、クルーと。さあラスト直線、あんまそんなにミスなかったんじゃない。どうだい、タイムはどうだい。1分19秒7。何これ、あー予選突破。あ、これで本戦なんだ。アイルトンセナとかいるのかな。でもフェラーリだからね、こっちはね。名前ちゃんと入れといた方がよかったかな。高橋とかいるよ。誰のことだ、野村とか日本人いるね。だいぶ後ろの方だね。23番グリッドぐらいかな。なかなか出てこないね、私。おお、後ろにまだいるじゃん。もう行こうぜ。よし行こう。本番開始。オートまでどこまで行けるか。勝負だぜ。あ、こんな後方からなんだ。やっとスタートラインに立ったぞ。ポジションリミット26位。現在21位。なるほど。あー、ちゃー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 。オッケー、抜いていけばいいんだね。当たり前のこと言ってしまった。あー、ちょっと抜きづらい。オートまで抜けるのかな。直線で抜いた。オーバーテイク。ポジションリミット25位。マジか。オッケー。あ、音楽ちゃんと流れてるじゃん。さっきなんで流れてなかったんだろうね。さあ抜けるか。オーバーテイク。17位。17位ってだいぶ後ろだよね。でもなんか鈴木あぐりさんとかも20何位とかだった時あったよな。子供の時見てたな、 F1 レース。だいたい深夜なんですよね。あの旗はあれかな、1位2位3位なのかな、あの位置にいるのは。15位まで上がってきましたよ。あー、何何、なんで今速度落ちたの。速度を踏んだからか。うわー、敵と接触するのが怖いね。よし、15位。抜いた。1台ずつ抜いていくぞ。あっ、チャップチャップチャップ。あー、なんか炎上してる。うそー、なんか炎上した敵にぶつかった。マジか。高橋野村が1位なの。高橋が1位なの。以上、フェラーリでした。残念ながらね、なんかクラッシュした敵が襲ってきてクラッシュしてしまいましたね。い
やーレースゲームは楽しいね。これからもやっていきたいと思います。次回のレースゲームでまたお会いしましょう。さよなら。